どうもエルザです。それではクラッシュバンディク4をやっていきたいと思います。じゃあ前回手に入れた記憶のかけらのテープをやっていきたいと思います。そうね、前回ねお気に入りキャラがね弱すぎたんでね笑ってたんだけどでもあの動き結構嫌いだな。まあ確かに中ボスくらい、中ボスか、もしかしたらでもあの強さだとゲのゲみたいな感じだよね。中のゲというよりかゲのゲっていう感じだったな。実験記録バンディク試験1回目。あ、そういう試験の感じになってるんだ。設定上の話なんですけど、クラッシュって実はコルテックスが作った実験体なんですよ。なので、まさかね反抗されるとは思ってなかったっていうね。あ、こういうやつね。嫌だなあ。おお、そうだ。箱はもともと壊すつもりだったのだ。頑丈なバリアのつもりで置いたのではない。テストは計画し直すぞ。はあ、マジでこれやっていくの？こうで、こう、こう、こうの順番ミスると終わり。3、4、5っていうやつだよね。はあ、あれは上乗ってよかったな。いやー、むずいよ。2段ジャンプする必要があるわけね。1、2、3、4、5。で、こうで、こ、よし。はあ、心臓に悪い。で、TNT、ふみふみふみのふみと。なんだ、まだ生きてるのか。はあ、面白い。実験体やっちゃけんね。まさかね、この実験体にずっと邪魔されることになると思いもしなかっただろうね。はい、こう、こう、1、2、3、4、5の上だね。わざわざ挟まる必要はないからね。こう、こう、こう、はい。はい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 。怖えなーこれは。で金手に入れてクリアー。よし、1回目のテスト完了。よくやったバンディクよ。はあ、よし、壊した箱118個。まあ次行きましょう。さあ、とにかく進め。とにかくか。あー、なんかめちゃくちゃイケイケなやつが右下いるね。テープはそうやって出てくるの？今度から。あー、タイムアタックも出てくるのか。やっていく。追われる系がね、あとは3の感じで言ったらハーレーに乗って走り回りたいよね。コースあるかな。あ
ああ、そんな感じっぽい。いいなー、楽しそう。まあ、相変わらず乗れないんだけどね。はい。効かない。サーキットか。ほい。普通に行ってしまったけど大丈夫かな。なんだね、ケトバスターああいう風に活剣壊すからな。手前はなし。これは上なし。これは怖い。いやー危ね。ほう、車来るの。嫌な感じだね。あぶだ。なんだ今のは。リンゴか。隠しないよね。ここまで普通に壊してるけど。よし、家をゲット。ね、ミニゲームと。上はなしだね。嘘でしょ。マジか。よし、これは…おお、取れた取れた。ほう、ゲットできてないね。だよね、壊れないのよね、これニトロで。ほい。あー、だっただった。そうそう、スライディング確かに空中でできたね。空中ってか、できたね。浮くよね。だった、だったね。あ、また。あー、そういう攻撃ね。はい。あー苦手だな。俺、あいつ苦手だな。俺にとっては強敵かもしれん。前回ぐらいザコって言ってたけど。ああ。さて。はいね。イエイ。こっちはなし。信じられないくらい最高のスショーだ。すがすがね、心臓が止まってしまうかもしれん。やっぱあんま大したこと喋ってないね。ワクワクのね、3つ取ったら無敵モードになるんだけど。あ、うっぶね。
3つ取り切れてないんだよね。ああ、まだこんだけリング集めて多分3分の1か、面的には。嘘でしょマジか。あー、どっちかっていうと上から降りてくるパターンかな。行けましたね。よし。ああ、これだ。ね、隠しゲット。今取ればよかったな、チェックはな。怖っ。で、一番いい。取れてないよね。ああ、マジか。これをもう一回しないといけないのか。やめとけ、やめとけ。変えれたわけね。まだ続くんだね。いいやったな。怖っ。あ、上もあんのか。なかなかだね君。やば。マジっすか。なんでそれに入った。すげえ面白い。今までと違うな。確かに早いかもしれないけど、ほいほほい。でこれ超えて、あー一個ー超悩む悩む。あー、うん、あー、もういいや。よしよし、しゃあね。でもう一回行く。あー、2個逃したのか。おう、え、嘘でしょ。どういうこと今の。当たったの。やばいやばいやばい、追いつかれた。ジャンプした分遅かったってことか。シビアだね。あ、やばい。あそのままいけそうな気がするんだけどな、クラッシュならね。
ジか。今回一面一面が長いね。やばいね。足り、あと8個。やっぱ逃した分か。秘密は、あ、そっかそっか。あー、じゃあ箱と3回以内っていうのを達成すればいけそうだね。3回以内はね、ちょっと達成しておきたいんだよな。で、どうせボスだろうから、ちょっともう一つ出たやつやりますか。記憶のかけらのテープと。バンディ君の二足歩行は成功した。知恵と力の試験を乗り越えたら、あやつはわしの部下となるのだ。つまり洗脳するということですね。どっちでも同じだ。トラスは確か初代だったよね。あ、さよなら。ニトラスブリオ、復活マシンを。はい、ダメ。違う。ニトラスブリオ、復活マシンを。あ、てかずっと取ってるんだ。クリオ、モップを。モップを。きっと1個取っとけばと思ったけど、そういうわけではない。でいいのか。ああ、まず上。ああ。よし、やっとチェック。マジか。トン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 。トン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 。大体ね、前半が難しい場合はね、後半が。ニトロ箱の技術は望みがありそうだが。すいません、僕の望みがなかったですね。何難しいと思ってなかったな。はいはいはい。いやっすね、いやっすね、この感じは。さよなら。難しめの試練させてたんだね。なんてことだ。
はい。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 あれ、やばくね？おお。2個どこ？マジで？え？マジで？ 2 個どこ？マジか、2個も足りないの？次こそはきっと。ないよね、下ないよね、上もないよね。あったー。そういうことか。なかなかえぐいこと考えてるね。そういうことか。お前らちゃんとニトロ壊して戻ってこいよっていうことだね。きちいな。ってことは、これスライよし。さあ、切ったよー。はい、これでよっしゃー、これで全部だ。はあ、難しい。素晴らしい。135個はあ、ほぼカットやね。クリアしたけど、ほぼカットやね、これはね。いやー、まあね、そうやね、こんな難しいのやってるのはもう普通に M だよね。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。ライブを見てる方は引き続きやっていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またね。